全国の電車好きの皆さん、こんにちは。小石塾塾長のトマです。今回なんですけれども、こちら奈良六名コーヒーさんの芸者を紹介します。久しぶりの塾長芸者紹介シリーズ。今日は奈良県にある有名なスペシャルティーコーヒー屋さん、六名コーヒーさんのホンジュラス芸者を紹介します。ラス・ビルヒニアス COE 芸者ナチュラル、芸者プラス COE ですよね。うまい間違いない、間違いなくうまいし、日本一の焙煎師のいるロースターで焼かれてるので、まあうまいでしょう。完璧じゃないですか。全部揃ってるじゃないですか。全部揃ってるので美味しいです。これ確定していますが、まあ芸者にもいろんな芸者あると思うんですよ。今回はその味わいの特徴を皆さんにご説明しながら実際に入れていきたいと思います。の前に、六名コーヒーさんのロースタリー、皆さんもう行かれましたか？さっき聞いてきたんですよね。はい、ほんとついさっき行ってきました。むちゃくちゃいいところ本当にいいところでした。うん、いいところっていうのは、ただコーヒーが美味しいっていうだけじゃなくて、楽しい、なんか買いたくなっちゃう。言い方変えると、経営としてめちゃくちゃ上手にされてるなという印象だったんですよ。見せ方がうまく、そう、陳列一つからね、うん、でパッケージのデザインであったりとか、あ、そういえばこのパッケージ去年の末に、はい、ジャケ買いコーヒーランキング1位やったんですよね。そうやな、僕らがやったやつ、はい、シンプルかつおしゃれで、なんかその地元感も出てるし、バランスがむちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、そんな完璧なコーヒー豆なんですけれども、今回は実際に入れていこうと思います。今日はこれで入れます。ちょっと先日ね、このドリッパーに感動させていただきましてですね、ハマっております。もうこれでしか最近入れてないっていうのまあ特に朝入り向きなんで、まあ、これは合うでしょうということで、この最強の組み合わせで今回は入れていきます。では行きましょう。それでは六名コーヒーさんの芸者紹介していきたいと思います。これがジャケ買い1位の六名コーヒーさんの袋ですね。可愛いですよね。鹿ですよ、これ。鹿、歴史感じるっていうね、1974年からされてるコーヒー屋さんということで。名古屋重っすね。今初めて気づきました結構老舗なんですね。74年しれっと言ったけど、すごいことやと思うで。ねえ、え、そういうことやんな、これ。うん、そういうことやと思う。あ、そうなんや。今知りました関西でも結構トップクラスにいいコーヒー屋さんだと思いますよ、うんうんうん、スペシャルティーコーヒー店として。袋のデザイン大体こんな感じなんですけど、ここに情報が書かれてるんですよね。今回だったらホンジュラス、ラスビルヒニアス、ドルミンホスエモレーノアルバラード 100g で、焙煎日も書いてくださってると。おととい焙煎でございます。おお、いいっすね。さすがロースタリーって感じですね、うん、であれめちゃくちゃいいのが、全種類の豆をテイスティングできちゃうんですよ。あれえぐない、あのシステム。いや、最高でしたね。ついつい飲みすぎちゃったねでもあれほんま楽しいですよね。なんかカッピングしに行ったみたい。あ、なるほどね。そんな気分になりました、うん、いろんなコーヒー飲んで全部美味しいんですよ。うん、うん、あ、ちょっと待って、ここ切った瞬間に香りきたわ。行きましょう。マメヅラタイム、久しぶり。マメヅラタイム。はい、マメヅラいかがでしょうか。やや浅入りって感じですね。攻めすぎてない浅入りなんで、僕らも多分好きな感じの浅入りコーヒーだと思います。マメヅラもやっぱり COE なんで、すごく綺麗ですね。この焙煎度ですよね。この焙煎度だったら酸味が嫌っていう方あんまいないんじゃないですかね。豆の品質が悪ければこれぐらいの焙煎度だと酸味がトゲッとしてるなとか思う方もいらっしゃると思うんですけど、 COE の豆なんでこれぐらいに焼いても酸味が嫌っていう人いないんじゃないかなと思うぐらいの焙煎度になります。正解正解の香りがする。あの、こっちまで来てます。来てるよね、はい、じゃあ今日はこちらのドリッパーで美味しく入れていこうと思います。なんか進化してない？えなんかちゃうけど。これね、カフワさんのドリッパー、今日はこんな感じで抽出していこうと思います。え、まあ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 、後ほど。うちの LINE のオープンチャット入ってる方だったら、大体この後起こることがイメージできてると思います、はい、では早速抽出していきましょう。さあ、それでは抽出の方を始めていきましょう。今日の芸者はナチュラルプロセスのコーヒーになります。結構フルーティーなタイプで、浅入りなので、平底のフラットボトムドリッパーって言われるような形状のドリッパーがすごく合います。まあもちろん塩水でも美味しく入ると思いますので、お持ちのドリッパーでぜひ抽出してみてください。で、まあここはもうあんまり触れなくていいんですけど、マニアックなことまた塾長がやってるなっていう感じで見てくださいはい、自家製パラゴン、ちょっと
っと危険やけど、自家製パラゴンで最初の液体を少し冷やしてあげると。まだこれ本当試したことがないのでちょっと怖いんですけど、やってみようと思います。はい、まあ、いい豆はもう最高の状態で入れないとね。粉量は 14g 中挽きで引いてます。で、総湯量が 230g、70g、30g、70g、 4等で分けて抽出していきます。お湯の温度は93度でいきます。では、いきましょう。30g。 おお、いけてるいけてる。いけてるね。うん、で、ブラシは30秒なんで、この辺でこの子の役割は終了です。はい、じゃあ2投目、真ん中だけに。はい、でもう一回 30g を全体にかける。で、もう一回 70g を真ん中だけに一点集中で注ぎます。よいしょ。簡単ですよね、この入れ方。めちゃくちゃいい入れ方だと思います。まあ、これ入り加減とか引き目によってだいぶ落ちる速度変わってくるんですけど、出来上がりが3分ぐらいで抽出を終えれるように調整してあげればいいかなと思います。もっと浅入りの方がおそらく合うんでしょうけど、まあでも全然美味しく入ってると思います。では、入れ終わりましたので飲んでいきたいと思います。芸者の香りするね。フルーティーでフローラルな香り、これうまいやつですよ。では、いただきたいと思います。サル。声出てないっす。めっちゃうまいな、これ。この表現わかるわ。うわーで、香りが体中を駆け巡るような。あ、美味しいな、これ。六名さんやなって感じ。浅すぎて嫌な酸味が出てたりとか、未抽出の感じの味わいが出てるような焙煎じゃなくて、ちゃんと中もしっかり焼いて浅入りで仕上げてる。焙煎に時間かけすぎてもないし、短すぎる焙煎でもないっていう、ちょうどいい、さすが焙煎チャンピオンっていう感じの味わいですよね。まあ、僕も実はお店でも一回飲ませてもらったんですけど、その時も同じく感じたのがジュワーっていう感じ。わかる？ジュワー感たまんなくないですか？たまんない。うわー、しみるね。しみる芸者。なるほど、しみる芸者ですわ、これ。あー、確かに染みるタイプの芸者ってあるんすよ。ぶわーっとこう甘さと香りがじわじわと広がっていく感じ、これが染みる芸者です。うん、味わい的には柑橘系が強いかな。フレーバーコメントがレモン、レモンスカッシュ、シロップ、フローラル。うん、レモンスカッシュ、まさしくよ。レモンスカッシュ、レモネード、そのあたり。ただのレモンじゃなくて、こう弾けるようなシロップを加えたレモン、でも甘さのあるレモンが口の中で広がると。だから、まあレモンって書いてあるけど酸っぱいじゃないよな。全然全然酸っぱいって感じはない。めちゃくちゃ心地いい上質な酸味、これはうまいっすわ。めちゃめちゃ浅入りじゃないのがやっぱいいんすよ。いいっすね。うん、焙煎のバランスが素晴らしい。いや、なんか上からみたいになっちゃうんであれですけど、やっぱ上手やなって毎回思わされるよね。うん、あのローリングの焙煎機ありましたね。かっこいいなあれ。あれ欲しいね。ロースタリー入ってで、すぐ左見るとローリングの焙煎機があるんですよね。で、割と広い店内で、さっき言ったようにレジ横に試飲スペースがあって、何十種類ものコーヒー豆を試飲させてもらえるんですよ。で、そこでコーヒー豆選んだりとか、もちろん店内のドリンクのメニューも頼めるし、で、甘いもの、僕羊羹食べたんですけど、六名ブレンドと羊羹食べたんですよ。カズマの方はこれと、なんかさっき買ってたやつ。あの、実はちょっと塾長のために、塾長これ食べてなかったんで、ぜひ食べていただこうと。ありがとう。もうない。遅い遅い。マジ。ちょっと遅い。飲んじゃったよ。これめっちゃ合うねんって。この芸者。いや、合うって言われてもないよ。ちょっと僕も一回飲んで。これめっちゃ合うから。
確かにこれ絶対合う感じの味わいですね、うん、フードマッチに最高だと思います。一応それがウィークエンドシトロンっていうやつ。シトロン、シトロン、そりゃ合う。いただきます。サル、うん、めっちゃうまない。しっとり、そうそうそう、だけどベタつかん、うん、これは合うでしょ。シトラスの香りがすごいですね。でこっちもレモン系でしょ、うん、全部終わるな。だからもう喋りたくないんですよ、こういう最高の体験をしてるときは。幸せすぎるもん。これやばいな。ちなみにこれはあの店内でも食べれますし、テイクアウトもできるんで。羊羹も美味しかったですけど、どっちがコーヒーに合うかって考えると、これめっちゃコーヒーに合う。合うやろ。羊羹はもう単品でもいけちゃう、うんうんうん、美味しい、気持ちするしね、うん、いや案件じゃないですよ。いやマジで普通にさっき一緒にね、うん、あの6名さんのロースターに行ってきたんですけど、ただの6名ファンっていう関西の方はぜひ行っていただきたいなと思います。今回僕らが行ったのがロースターの方ですね。そうですね、富尾ロースター、はい、でもう一個、奈良市内駅の近くかな。そちらはもう完全にカフェっていう感じですね。そっちはクロワッサンめっちゃおしゃれ。いや一回行ったら多分ハマっちゃうようなお店なのかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。6名さんのオンラインストア概要欄につけてますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ハリオオフィシャルショップで何度でも使えるコーヒー塾限定のお得なクーポンもございますので、合わせて概要欄の方からご確認ください。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。